どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズなんですけど、毎週日曜日はこのギターを使ってですね、簡単ギターレッスン、宇宙一簡単ギターレッスンを行っております。ギターも楽しんで、ぜひ皆さん、やってみてくださいということでございます。このね、ガズギターのちょっと最初に紹介させていただきたいんですけど、もう今日の動画で第5回目のレッスン動画になっております。で、1から順番に見てもらうといいと思うんですけど、まずですね、その1から5まで今、再生リストを作ってますんで、ここにリンク貼っとくのと、概要欄にもリンク貼っとくので、この動画初めて見たよという方は、1から見てもらうならいいかなというふうに思います。アコギ初心者の方でもできるようになっております。そしてもう一個前提がありまして、これ今ご覧いただいている YouTube チャンネルをガズレレ YouTube といって、ウクレレのね、レッスン動画公開しているチャンネルなんですよね。で、アコギを始めるにあたって、まず、ウクレレから始めるとすごく都合がいいですよ。まずそういう順番で始めてみるのがすごくおすすめですということで、ウクレレをですね、皆さんぜひ、もしこの動画、何にも、初めて見て、ウクレレも全然わかんないという方、ウクレレでね、音楽をまずデビューしてもらうのがいいと思います。これ簡単ですから、まずはね、このウクレレのレッスンのゼロから始められるやつ、ここに貼っときましょう、リンクを。ここでウクレレのレッスン、もう私がめちゃくちゃ丁寧に教えてますんで、ぜひマスターしていただいて、ある程度分かってきたらギターに入っていく。これが結構おすすめしております。そんな感じの前提でちょっとご勧めさせていただくガズギターレッスンということなんですけど、今日は第5回目のレッスンということでございましてですね、もう早速、今日のレッスン入っていこうと思うんですけど、今日のレッスンのテーマはですね、ちょっと皆さんが憧れちゃうリズムがあるんですけど、こうリズムをこう弾いてるときに、チャッという音を出したい。これをですね、今日はちょっと深掘りしていきたいと思うんですけど、ウクレレでもチャという奏法があるんですよ。まずちょっとウクレレで弾いてみますと、よくガズレレでも登場するのが8ビートのチャというリズム。チャ。こんなのもあったりしますけど、これね、ウクレレってチャの弾き方しっかり解説してますけど、これね、アコースティックギターの方が実はチャの音ってね、出やすいんですよ。なぜかというと、これ弦も鉄でしょ？で、このフレットが鉄だから、こうやってやっただけでもチャッというみたいな音が出るんですよね。なので例えば C を押さえて、これでも結構それっぽくチャッという音が出てんじゃないかな。こう叩くだけでもね、カチャって結構言うんですよね。あと親指で、ほら、こうやって叩いてみて。これだけでもチャッって言うでしょ。こういうところもあるんで、結構アコースティックギターの方がこのチャという音をいろんなバリエーションで出せるんですよね。あとは、ウクレレでいうボサノバビートみたいなので、これも同じ感じ。これもチャッと。この音なんですよね。つまり、弦が押されて、このフレットに、金属のフレットに当たるから、その時に、チャという音が出てるというか、あるんですよね。で、今日はですね、基本中の基本である、チャをやっていこうと思うんですけど、まず、指でやる場合は、ウクレレと同じで、こんな感じがいいと思います。同じですね。わかる？チャ。ここの、右手のここに弦を当てつつ、一緒に。これはね、もしかしたらウクレレより簡単にね、チャという音出ると思いますよ。金属と金属の弦と金属のフレットが、うまいことこう鳴ってくれるんですよね。なんで、ちょっとチャがでっかくなりすぎちゃうぐらいの、感じがあるんで、指でやる方は、ウクレレのやり方と、すごく似てる感じでできると思います。で、やっぱアコギというとピック使いたいですよね。ピックっていうのはこの間第1回目かな、第2回目かどうかでちょっと触れたんですけど、いろんなタイプがあります。ガズさんのお気に入りはこのフェンダーのピックなんですけど、これ僕は三角形の握り方というのを使ってますけど、みんなそれぞれの使っていただいていいと思うんですけど、こうやって持ってガズさんの場合は、こんな感じ。まず持ち方なんですけど、こんな風に人差し指と親指でこう挟んでます。で、あんまり出しすぎちゃうと、引っかかりすぎちゃうんで、これ適度にこのぐらい出すのがいいと思うんだけどな、これ人それぞれ好みですけど、ガズさんの場合は4ミリから5ミリぐらいここ出てるかなという感じですね。で、柔らかくこう指を使うんですけど、この時、ピックでやる時も、これも当ててるだけ。これ、なんていうの、ここを、弦のこの辺を、指の、ここですね。手のこの部分で、じゃあ C を押さえといて。8ビートですね、今。ピックでやるときは、なんかヒントがありますかね。同時に弾くと同時にこの部分をここね、今矢印ついてるここの部分で弦にこう当てていく。そしてこうカチャッと言わせる。はい、はい、ちょっとゆっくりやってみると、指に変えてみましょうか。せーの。はい、あんまり変わらないけどピックの方がやっぱりちょっとね、ハードな音をするかなという感じですね。はい、手首柔らかくこうで、ピックでやる場合はですね、なるべくこの123弦のところらへんの方が音がカチャってこう高い音がするんで、まあおすすめかなと思いますね。はい、こんな感じです。これはですね、ピック使い方慣れてない人はちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、手首をね、こういうふうに、まあ、柔らかく使うんですけど、そうね。どうかな？こういうふうに、うまくストロークできてますかね、皆さん。今、指2本コードですね。これカチャって言ってるでしょ。これがね、まず基本だと思います。これで16ビートも同じような感じで、こんな感じで柔らかく手首使って。こんな感じだと思いますね。はい。これあんまり力入れるとですね、音もバキバキになっちゃって、例えばちょっと力入れてやってますよ。こういうのはちょっとダメです。柔らかくしないかに。ギターにこうね、優しくなってもらうのがいいですからね。ガチャ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 、もう力技ではダメですよ。こういう音がしない方がいいですからね。はい、8ビートの時も。チャーの時にこう、パッとこう、早く振り下ろす感じのイメージを持つといいかもしれません。今のでちょっとこう、伝わるかな？これですよ。はい。ピックでチャッチャッ、ここと一緒にはい。そしてですね、今一通り基本的なことを説明したんですけど、ラズさんはですね、ちょっと普段アコギを弾くときにはですね、ブリッジミュートっていうのは大概かけるようにしてるんですよね。これ好みですけどね、ブリッジミュートっていうのはここの弦が出てるここのところに、さっき言ったここの手のここをですね、当ててちょっとね、音をくすぶらせている感じが好きなんですよね。ちょっとやってみると C 弾いてみます。A も C、 F も C、 聞こえるでしょ。まあ、ほぼアクセントだけでこのチャって出せるんですよね。ね。はい。ガズさんがアコギ弾くときは大体ここで、ちょっとほんのりね、こう、ジャーンってあんまなんないようなのが僕好きなんで、そういう弾いてますけど、まあ基本的にはフルオープンにしといて、こういうのがいいと思いますね。はい。はい、人それぞれこのプレイスタイルっていうのがあるんで、このガズさんの弾き方をみんなもやってねっていうわけではないんですけど、まあ、この同じチャを弾くんでも、人によって、ギタープレイヤーによっていろいろこうあると思います。で、ひとまず基本的な感じで言うと、今の、オープンにしといて、この辺でカチャッとやらせる、鳴らせる。これがいいんじゃないか。手首をスパッとこう振り抜く感じね。はい。これをやってみましょう。ちょっとこれね、ピックに慣れてない方はね、まあ確かにこれ練習が必要かもしれない。手首を柔らかくこう、使うのがポイントで、アップがきっと難しいんじゃないかな。とににかく力は入ってないんですよ。アコギっていうのは、ウクレレ以上に、力はあんまりいらないですからね。力入れるとボヨーンってなっちゃうんでね。まあ、ボリュームも相当ありますからね。はい。手首の力を抜いて柔らかく、やっぱり撫でるように弾くのがポイントになるかと思います。はい。で、このチャができるとね、じゃあチャをなしでやってみるとさ、チャー入れてみますよ。だいぶドライブ感が出ますよね。はい、アコギ一本で弾き語りするときはこのチャが出せるとですね、かなりこのね、打楽器要素が加わるんでですね、これぜひマスターしていただきたいなというふうに思うんですけれども、はい。ぜひやってみてください。一応、ちょっとそうだな、ストロークの基本、今の8ビートでチャをやってみたんですけど、図に書くとこうなります。ダー、チャ、ダー、うん、ダー、チャ、ダー、ダー、チャ、ダー、うん、ダー、チャ、ダー。はい。一回空振り入りますからね。ダー、チャ、ダー、膝、チャ、ダー、ダー、チャ、ダー、うん、ダー、チャ、ダー。はい。これは8ビートの基本でちょっとマスターしてもらいたいんですけど、この8ビートのチャっていうリズムのこの弾き方はウクレレのね、解説動画がめちゃくちゃ役立つと思いますんで、以前撮ったウクレレの8ビートのチャのレッスン動画、ちょっとここに貼っておきますけど、この動画を見てこのフレーズ自体、マスターしてもらうのはいいかもしれません。チャを入れてちょっとやってみてください。そしてですね、今日はですね、まあ一曲、デモ演奏してみようかなというふうに思うんですけど、バンプオブチキンの天体観測という曲でですね、やってみようかな。はい。8ビートの曲です。はい。このみんなで歌おう簡単ウクレレ教室。はい。緑色の本の55ページにね、天体観測載ってるので、これを見ながらちょっとね、8ビートのチャを使って演奏していこうかな。じゃあ、バンプオブチキンの天体観測を、イントロから、指2本のガズギター簡単コードでやってみます。1、2、1、2、3、4。感じでございまして。やっぱこのバンプオブチキンみたいなロックバンドみたいな疾走感満載のこの曲みたいな曲は、このチャが入るとないとではもう全然変わります。そして今見ていただいて分かったと思うんですけど、力全然入ってないですからね。指をこう重力によってこう振り落とすときにストンっていう感じです。はい。これさっきもから何回も言ってますけど、鉄の弦に対して鉄のフレットですから、もうそもそもちょっとだけでもカチャって言いますからね、それガチャってこう叩きつけるようなことしなくても、もうこれだけで十分チャという音が出せるよということでございます。ピックでやるチャっていうのはね、結構難しいかなと思っていらっしゃった方もいるかもしれませんけれども、ウクレレと違ってこう金属だというのと、この硬いもの同士が全部一緒になるんでね、すごくこう、はっきり出るんですね、このカチャッという音が。だから逆に言うと、リズムがこう乱れてると、このチャがすごく目立ってくるんでね、そこもちょっとまあ、面白くもあり、難しいところっていうところもあるんですけど、はい、このチャはですね、ぜひこれ、マスターしていただきたいなと思います。今のは8ビートのチャで、まあ、やったんですけど、これからまあやっていくと16ビートとか、まあさらにはカッティングとか、織り交ぜてくると、だからいろんなことできるんですよね。できるんですけど、まあ、16ビートはやっぱウクレレと同じように、ちょっとやっぱり手首の振りとか、さらにしなやかにやらないといけないということなんですけど、まずは今日やった8ビートの、じゃあ、ストンと落とす、ストンと落とす。はい。ここの部分で弦にこう当てながら一緒にカチャッとやる。はい。カチャッという音は出やすいので、ウクレレよりはやりやすいと思うんだけど、力を逆に入れないのが、キーポイントになるかなというふうに思います。やっぱいろんな曲でね、とにかくやってみる。8ビートからがいいと思います、やっぱり。なんでもなんでもみんな、踊って踊っているよ。はい。こんな感じでですね、まずはこの、チャの雰囲気、ピックを使ったチャの雰囲気、やってみてください。指でもね、指の方がね、皆さんもしかしたら、ウクレレでやってるからね、手応えあるのかもしれないんですけどね、まあ、せっかくですから、アコギをこう、ピックで弾いてみるのにも挑戦してみてください。はい、今回のね、第5回目のガズギターレッスンだったんですけど、チャをちょっと取り上げてみました。いかがだったでしょうか。皆さんにお願いなんですけど、この動画のですね、コメント欄になんか聞きたいこととか、ちょっと取り上げてほしい題材とか、ギターに関して、どんなことでもいいんでね、コメントいただけるとですね、次の動画の題材にしたり、いろいろちょっとね、ガズももしかしたら新たな発見ができるかもしれないので、いろんなことをコメントを入れてくださると嬉しく思います。よろしくお願いします。そしてですね、次回のね、来週のガズギターでは何しようかなということなんですけど、今ね、マスターしているコードっていうのがガズギター必須コードという、この6個のコード、これ、ね、指3本バージョン、2本バージョンということなんですけど、ちょっとこれ慣れてきた頃かなと思うんで、もうワンランク上の押さえ方もちょっと一応紹介させていただこうかなというふうにちょっと思っております。やっぱり、コードを押さえるのと、こう、右手のリズム、これが合わさるのがいいんですけど、だんだんこう、ステップアップしていくのがいいと思いますね。はい。それをやった後に、曲をね、曲のレッスンに入っていこうかなと思います。まずは基本をね、一通りこう、ちょっと押さえてやっていけばいいかなというふうに思うんですけど、やっぱり重ねですけど、ウクレレのね、ガズレレのレッスン動画のこのロジックと結構ね、ギターって結構基本的には近いところはあると思うんで、ウクレレの方のリズムを鍛えていると、勝手にこのアコースティックギターというかこのギターの方もですね、同じようなレベルで上がっていけると思うんです。はい。ぜひよろしくお願いいたします。はい。5回目のね、ガズギターレッスン、これにて終了でございます。同じ音楽をですね、あっちから見る、こっちから見る。こういうの楽しんでね、いろんな楽器で取り組んでみてください。ガズギターの他にもですね、まあ、ウクレレの他にも、ガズピアノっていうのもやってるんですよ。これもめちゃくちゃおすすめです。ガズピアノ YouTube チャンネル、ちょっとここに URL 貼っておきますけど、概要欄にも見てもらいたいのが、ちょっとね、なんとこのガズピアノでは出版が決まってます。このピンク色の本、10月に発売になりますので、ぜひ皆さんこれご予約お願いします。今 Amazon でも予約受付してまして、Amazon でガズピアノってカタカナで書いていただくと Amazon なんで出てきますからね、中身を確認していただいて、ぜひともご予約してください。よろしくお願いします。はい、あとはね、もうイベント、もうソールドアウト、全会場ソールドアウトになってくれて嬉しいんですけど、いよいよ次の金曜日からまた名古屋とか東京とかライブが始まるんで、ガズレレのライブ、お会いできる方、会場で盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。